ウッドデッキ Q&A、 ウッドデッキを作る際の注意点を教えてください。一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキをたくさん今まで作ってきていますが、ウッドデッキを作る際の注意点としては包装シートを敷いてから作るというところですね。今ボロボロになっているお宅も包装シートを敷いてないがためにシロアリが入ってしまって、早く、普通よりも早く崩れてしまったというそういうお宅なんです。それで、包装シートの敷き方もありまして、ただ大工さんが適当に敷いてるっていう物件もたくさんあるんですけれども、包装シートの同士の重ね代ですね、重ね代を10センチ以上をしっかり取って、かつ基礎とか、構造物ブロックとかの方に、しっかりこう固定するような貼り方をちゃんとする業者さんがいいです。で、雑草がそれによって隙間から生えてこないというようなメリットもありますし、一番はやっぱり下側の地面からシロアリが上がってこないっていう効果がありますので、包装シートはぜひ敷いて、作るようにしてください。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301 お電話お待ちしております。